はチキン、そこにポークの介在する余地はなかった。さあ本日も張り切ってやっていくんだけど、正直ステージの相性の都合で出せるかわかりません。遠方範囲は押してくる敵には滅法弱いからな。コストは重めだが無難な編成じゃないのか。猫クエスト天空編、では行きまするぞ。時間はかからなかったので通常速度。このステージに限って言えば、レベル40以下の制限はそんなに大きくないです。新、レジェンドで珍しいこともあるもんだな。冒頭の挨拶でやってましたが、チキンレースをします。なんだそれ。城をギリギリまで叩かせてキャラを出して一掃します。ただ今回の場合やや無理があるため数を貯めてからスタート。城を叩かせてる間は攻撃力無効は効かないから、高額なキャラは必要ないよな。そこを思いっきり攻めるのが小僧です。さあどこまで耐えられるかな。この数だと一気に解けるから怖いんだが、ガメレオンの攻撃発生を考えるとギリギリじゃねえか。って6万以上も残ってるぞ。私はチキンを選びました。ちゃんとした会社じゃないとどっちもあれだけど、お腹を満たすならこっちだよね。ほかほかのライスがあればいいんだけどね。移動中に贅沢な食事を求めるもんだな。猫クエスト出せるが出さないのか。ごみん、そんな余裕はなさそう。いくら余裕があるとはいえギリギリなのは変わりないです。どうやら冒険者たちはオーブを持ってないみたいです。前回台頭してきた鬼はウルトラソウルズと結託。物語はさらに熱を帯びてきました。私にはその場限りのデッチ上げにしか聞こえないがな。でこのステージはこれ以上不穏なことはないんだよな。さあて何のことでしょうかねー。攻撃力低下の影響を受けないキャラって本当に助かります。しかし猫クエストを使って攻略なんてどこのバカが思いついたのか。お前じゃねえか、こんなところで日和やがって、せっかく強い壁が前にいるのに、使っても問題なかったと思うんだが。耐えられないんです。え?2匹目以降の天使ブッダの攻撃を受けきれないんです。だから機内食はポークはありません。なんてオチだよ、結構時間がかかってるみたいだが、大丈夫なんだよな。最高傑作の超激レアミャンマを出していきますが、ブッダに攻撃を集中しないと危険です。これでも結構ギリギリを攻めてるんです。やっぱ誠、レジェンドは難しいですね。そういう仕様なんだから当然じゃねえか。さあ奇跡を見せてもらうぜ。科学の進んだ世の中、奇跡なんて安っぽいものにすがっちゃダメ。膨大な時間と労力をかけて初めて答えにたどり着けるの。何でも簡単にすがっちゃダメ。できることを模索して望むからこその攻略。邪魔な豚はやったので城を叩きます。おや、邪魔なお猿さんが出てきましたね。そんなに痛い目に遭いたいですか。ここまで来たらこいつも結構強いと思うんだが、1回の攻撃でヒットバックしたら面倒にならないか。こんなコッパに負けるほど私のニャンマは弱くないよ。さあ投射費3倍の攻撃力になったその力、一体どこまで城は耐えられるかな。そりゃあ数回は耐えられると思うぜ。さあ新しいブッダが出る前に、極限流の力を見せてやりますとも、貧しくて忙しくて猫クエストは出せませんでした。まあ勝てればいいか。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。新しい冒険譚を考えておきます。いや、別に期待してないから。